マンスフィールド伯爵のもとで一緒に育ったまた重視と、1779年がダイドエリザベス・ベルは、イングランドの海軍軍人で、会議員、サージョン・リムゼーと、アフリカ人の奴隷女性ベルトの間に生まれた、根結の死生児。母ベルについては、黒人奴隷だったこと以外は、全くわかっていない。ダイドは、父方の王子マンスフィールド伯爵の邸宅で、生涯を送った。 ダイドは1761年頃に生まれた。父親であるジョン・リンゼイは、マンスフィールド伯爵のおいで、当時は、西インド諸島に派遣されていたイギリス海軍の軍艦、HMS トレント号の艦長を務めており、7年戦争下の1762年には、スペイン領ハバナでの占領作戦に従事していた。このことは、 ダイドの母親がイギリス戦艦と交戦状態に陥ったスペインの奴隷戦から略奪されたアフリカ人奴隷だったことを物語っている。ただし、ダイドの洗礼記録は西インド諸島で出生したとされており、母親の名はマリアベルとなっている。リンゼーは生まれた娘を本国イングランド、ロンドン郊外ハムステッドにあるオジマンスフィールド伯爵の邸宅。 ケンウッドをハウスに送った。子供のない伯爵夫妻は母親を亡くした鉄村エリザベスマレーを引き取って養育していた。マンスフィールドはダイドをエリザベスの遊び相手に成長すれば彼女の私的な付き人として育てるつもりだったようである。ダイドは約30年間をケンウッドハウスで過ごした。彼女は公的には 奴隷の娘、それもイギリス国外で主役される奴隷の娘であったために得意な立場に置かれていた。しかし彼女は監修に従い家族の一員として偶されてはいた。マンスフィールド卿は自身が就任したイングランド及びウェールズ高等法院主席判事の権能によって大度の法的、社会的地位における混乱を上手に収集していた。 奴隷逃亡事件であるサマセット事件の審理を受け持った際には以下の判断を下した。彼のこの発言はこの事件のみに関するものだったにもかかわらず、奴隷制度廃止論者たちはこれを奴隷制度は廃止されるべきだという意味に解釈し、彼自身も後に上記の発言は奴隷に関する事件に適用されるべきものと述べた。歴史家たちは マンスフィールドのこの判決には彼自身の個人的経験が作用していると考えている。マンスフィールド自身は奴隷制に反対していたにもかかわらず、マンスフィールド伯爵家のしきたりは差別的なものだった。ダイドは家族と一緒に食事をとることはできなかったし、特に品格を招いていた時には厳しく禁じられたが、食後に客まで貴婦人たちがコーヒーを飲みながら談笑する。 際にはこれに参加した。ライドは成長するに伴い、ケンウッドの付属農場での落農や課金の世話に関する監督を任されるようになり、また王子の裁判に関する問題でも相談役を引き受けていたが、このことは彼女がマンスフィールド教の下で十分な教育を受けたことを意味している。課金や家畜の管理という仕事は、 ジェントリー階層に属する女性の役目であるが、裁判の審理に関する相談役というのは普通は、男性秘書に任される仕事であり、異例のことである。イ度は、毎年の手当てとして30ポンドから10、数ポンド程度をもらっており、時には飯使い一人分程度の場合もあった。一方、一緒に育ったエリザベスは100ポンド程度をもらっていたが、女子相続人としての権利も得ていた。 ダイドは人種的な問題、そして当時の私生児の法的、社会的地位の問題からエリザベスとは大きな身分の隔たりがあった。1779年、一名の画家はエリザベスの肖像の傍らにダイドを描き、彼女にエキゾティックな果物を持たせ、頭には大きな羽のついたターバンを任せた。現在はスコットランド。 スクーンのスクーンパレスに飾られている。この肖像画は現在のマンスフィールド伯爵が所有しており、2007年には奴隷貿易廃止200年を記念してイギリス国内で行われた記念事業に合わせ、ケンウッドで公開された。エリザベスは1780年頃20歳の時に結婚して家庭を持つことになった。大ドの父親が死ぬと彼は 遺言によって千ポンドを娘に残し、妻のメアリーに、ダイドを託した。しかしメアリー・イリン税の遺言に、ダイドの名は出てこない。マンスフィールド伯爵は、死後、ダイドに、側近で500ポンドを残し、遺言によって、年100ポンドを送ることを約束し、また、彼女を奴隷身分から解放することを書き残した。ありがとうございます。